では今日まずですね、いつも3本立てで日本語で歌う曲と、あとまあポップスのカンツォーネと、まあ、ちょっとこうクラシカルなナポリターナを歌うということでやってますが、今日は桜ですね。桜の独唱なんですけど、よくもう学校とかでもね、卒業式この時期によく歌われるんですけど、もともと作曲の森山直太朗さん の友人の結婚 のお祝いとして作られた曲だそうです。でそれがまあ今卒業式とかで歌われることが多いようなんですけども、でまあ、元々バンドの曲だったそうなんですね。で後にピアノ伴奏と歌でこう独唱っていうのをかっこつきになって、そっちの方が流行ったっていうことみたいです。で作詞は、書いてありますね、御徒町タコと書いてカイトと読むそうです。御徒町カイトさんの作詞で、あ、森山さん作詞もやってるんですね、森山直太朗の作曲作詞です。はい、じゃあちょっとね、結構歌い回し細かいとこもあるので、何回か歌って慣れてください。じゃあお願いします伴奏なしで、僕
みんなで言ってますね。3、4。僕らはきっと待ってる、君とまた会える日々を、桜並木の道の上で。ここリズム難しいですよね。桜並木の道の上で、ずっとこうシンコペーションな感じで、桜並木の道の上で手を振り叫ぶよ。もう一回、じゃあ桜並木のからいきますね。じゃあちょっと空振りカウント 4拍取ってから運で入りますね。1、2、3、4。桜並木の道の上で手を振り叫ぶよ。で今少しこう聞こえてきたんですけど、不点のついた8分9分、叫ぶよじゃなくて、叫ぶよってちょっと短いんですよね。叫ぶよ、こういうリズムを出してくるとこうリズム感が出てくるので、じゃあ手を振りからいきなり大丈夫ですか。1、2、3、4。手を振り叫ぶよ。3、4。どんなに苦しい時も君は笑っているから、くじけそうになりかけても頑張れる気がしたよ。くじけそうに難しいですよね。すごくこうリズムをこうずらしずらしいくので、もう一回いきますね。くじけそうにのところ、じゃあちょっとソの音だけください。じゃあ空振り4拍で運で入りますね。1、2、3、4。くじけそうになりかけても。そう、今バッチリですね、今のリズムで。もう一回いきましょうか。じゃあそこから入って先に続けますね。1、2、3、4。くじけそうになりかけても頑張れる気がしたよ。霞みゆく景色の中に、あの日の歌が聞こえる。で、ここすいません、ちょっと楽譜が見にくいんですけど、1番と2番でまたちょっとリズムが違うので、1番は大きい音符で歌います。2番の時は、僕らをせかすようにとこう8分音符でくっきり分けたりして、ちっちゃい音符は1番の時は無視してください。2番でそれを歌いますね。じゃあもう一回、霞みゆくからいきますね。1、2、3、4。霞みゆく景色の中に、あの日の歌が聞こえる。桜桜今咲き誇る、刹那に散りゆく定めと知って。で、そうですね、今のところもちっちゃい音符がね入ってくるとちょっとこう目がガチャガチャとなっちゃうんですけど、定めですね、それが1番の音符。しかみれ、で刹那
ナーからいくと、刹那に散りゆく定めとして、じゃあもう一回刹那からいきますか。1,2,3で入ります。1,2,3、刹那に散りゆく定めとして、さらば友よ旅立ちの時、変わらないその思いを今、変わらないも音もちょっと難しいですから、変わらない、そのそうそう、死の音でないって言い切っちゃってください。その思いを、でその思いを、そうそう、このちょっと一回一緒にそのリズムで手を叩いてみましょうか。その思いをですね。じゃあその楽譜、その小説からカウントしますね。1,2,3、その思いを、もう一回いきましょうか。せーの、その思いを今ですね。もう、うん、あとは聞きながらなんとなく覚えてもらえれば。じゃあ、うん、変わらないからいきましょうか。じゃあ、1,2,3,4、うん、変わらないその思いを今で、わかりました。変わらないをちょっと伸ばしすぎるとそうに入り遅れてしまうので、変わらないって、そうそう、割と言い切っちゃいますね。変わらないその思いを、もうないって言ったその拍の中でそうが入るので、変わらないって、こうあんまりロロと伸ばしすぎないで、うん、変わらないその思いを今ですね。もう一回だけ、じゃあそこ練習しましょう。1,2,3,4、うん、変わらないその思いを今、1,2休みですね。今一番カッコですね。で、まあちょっと伴奏入って D で今だから、じゃあちょっと伴奏入りで、はい、じゃあどうしよう、その2小節の感想を弾いてもらっていいですか。感想からいきますね。2小節信じたくなそう。
ちっちゃい音符を歌っていただくことがありましたので、ちょっと確認しましょう。1回目にちょっと一緒に説明したように、僕らをせかすように、ここは不点つけずに、すうですね。で、桜の入った C のところ、ただ舞い落ちる、いつか生まれ変わると、日をですね、1番は、定めって上がったんですけど、いつか生まれ変わると日を信じと、だんだん下がっていく音形になってます。で、もう一個、ここはちょっと分かりやすいんですけど、日を信じなくな友よ今っていう言葉がくっついてるので、その分音符が増えてます。泣くな友よ今、惜別の時、飾らないあの笑顔で、の2番カッコですね。さあ、ここまで大丈夫でしょうか。そしたら、じゃあもうそのまま先に行っちゃおうかな。ちょっと C ぐらいからもう一回やってみましょうか。じゃあ2番の桜 C からいきますね。で、2番括弧に飛びますので、そこを確認しておいてください。左ページの一番下の段から 1,2,3 桜桜ただ舞い落ちる、いつか生まれ変わる、日を知る練習したいんですけど、今日語りもあるので、ちょっと時間を取っとかないといけないので、じゃああと1回もう1回最初から繰り返して、この曲は終わりにしましょう。じゃあ最初から前奏からお願いします。No.
さんまたカラオケなどでぜひどうぞ歌っておいてください。はい、はい、ではじゃあいよいよ関東音に入りますね。今日はリクエストも前にいただいたことがあって、花咲く丘に涙してという曲を持ってきました。で、この曲は1965年ですね。65年のサンレモ音楽祭優勝曲で、結構その当時でロック6調の曲がこう、ね、どんどん流行りだした時代だったんですけど、これすごくこう可愛らしい3拍子で割とこう珍しい曲だったそうです。で、ウィルマ・ゴイクという人が、歌ってますね。日本だとザ・ピーナッツが歌ってて結構有名になったようなんですが、ちょっとじゃあ内容を読んでみますね。イタリア語で訳したの、あなたが立ってから出発して行ってしまってからもう1年も経ってしまった。あなたが私に言ったこと、私を残していった日のことを私はまた考える。でここからその彼が言った言葉です。僕は君をとても愛している。ここに残りたい。出発することを忘れたい。でもそれは正しくはない。僕は取るに足らない人物だから、君のために一角の人物になって帰ってくる。でここからその彼女のこのつぶやきというか、愛する人よ帰ってきて、私は花咲く丘で花に埋もれている。愛する人よ、でも私は苦しみに死にそうになっている。愛する人よ帰ってきて、もしもあなたが偉い人になっていなくても全然構わない。なぜならあなたは私にとって大切な人だからっていう感じで、ちょっと2番のその最初の部分も訳してみると、一日は長く、一年は死ぬほど長い。あなたが私に書いた手紙を再び思い出す。そして心の中がとても寒くなる。で、括弧内が手紙の言葉で、彼からの。すべてうまくいっています。君のことをいつも考えている。そして帰ることを望んでいる。いつの日かこの未来が必ず訪れるに違いない。っていう、まあ、もう彼はいなくなって遠くに行ってしまってるんですね。ただまあ、いつも彼女のことを思ってて、彼女のためにこう偉くなろうと思って出世しようと思って一生懸命なんだけど、彼女はこう花の咲く丘に花にうずもれてこう一人で寂しく泣いているっていう感じの歌ですね。じゃあ、日本語が1番2番ついてたので、1番全部日本語で歌います。で戻って2番、2番も前半日本語で歌って、で途中振り仮名振ってあるところイタリア語でアモーレリトルナからイタリア語で最後までいきたいと思います。ちょっとじゃあ最初私歌ってみますので、ちょっと聞いてみてください。じゃあフルサイズで。別れよう。
じゃあ、まあね、最初日本語、1回半日本語なので、行ってみましょう、まず皆さんで。忘れてしまうと、これまあとうを別の音符に分けちゃうと余っちゃうので、忘れてしまうと涙して手にすがった。息を取らなきゃいけない前の音をちょっとあまり重く歌いすぎないようにちょっと軽く、忘れてしまうとの音とか、マウトって強く歌っちゃうと息継ぎが間に合わないので、忘れてしまうと涙して、手も軽く手に吸って、手って2つ手が続いてますけど、あの重いのは後の方の手ですね。涙してを強くしちゃうと手にって遅れちゃうので、忘れてしまうと涙して手にすがった。軽い手と重い手で結構その言葉も生き生きしてくると思いますので、そんな感じでちょっと歌い分けしてみてください。
じゃあもうここでも皆さん結構完璧な感じなんで、もう一回最初から言って、あーもーれそこもうつなげましょうか。じゃあ最初からお願いします。消えてしまいそうっていう感じなんで、ストモレンドディドローレ、ここはちょっと悲しそうに歌うと表現が出るかなっていう感じですね。でまたアモーレ、これも恋人よ優しく、リトールが帰ってきておくれ、ノニポルカノンファニエンテセトゥ、でインポールだっていうのはこう重要であるとかで、その大出世してこう偉い人になる
なってくるっていう、そのインポルタもあるし、で最後にそのノンインポルタンテペルメ、私にとってそんなことは重要じゃないわっていうふうにもインポルタンテ使ってますね。ノンファニエテ、こう何でもなくても、僕はそうですね、そう彼が言ってるんですよね、そのあなたが、彼が、まあ、自分は自由、その偉い人じゃないからって言って出かけていって、でもそんなことはもう私にとっては重要ではないわ、もしセトゥ、あなたが偉くなってなくても、ノンセイ、ディベンタート、ディベンタートっていうのがその変わる、出世して身分が変わるとかいう。で、ピューインポルタンテ、それは飲んで打ち消して大事ではない。で、フェルケ、なぜなら、セイインポルタンテ。セイっていうのは、トゥ、あなたっていうのがちょっと主語が省略されてるんですね。トゥセイインポルタンテ、ペルメ。私にとって、まあ、どんな人であっても、あなたは大事な人なんだからっていうふうに歌ってます。じゃあちょっともう一回言ってみましょうか。アモレリフォルナーから、そこの部分からいきますね。1、2、アモレリフォルナ、レコニーレソナフィオレ、エディオアモレソモレントディゴローレ、アモレリフォルナ、ノニフォルタノサニエンテ、忙しいところで右ページの、1段目ノンセイディヴェンタートピューイン、やっぱり一つの音符にこうたくさん母音とか入ってるとちょっと忙しいですよね、ディヴェンタートピューインポルタンテ、ピューインポルタンテ、ピューとインも両方入れちゃいますね、ただあんまりもうこの8番目で絶対乗せなくちゃっていう感じでピンポルタンテって歌っちゃうとインポルタンテって言葉が出てこないのでちょっと時間かけてもいいです。ノンセイディベンタートピューインポルタンテ、ピューインポルタンテ、少しリズム変わってもいいの で伸びた分は後でちょっと縮めてこうリズムに合うようにいけばいいので、ポイントそこだけですかね。この曲あとは割と一つの音符に一個ずつこう母音を乗せていけば入っていくので、ちょっとそこを練習しましょうか。じゃあ右ページの一番上のセトゥーからいいですか。真ん中あたりの2小節目ですね。1、2、3、セトゥーノンセディベンタThank you.
今日1回目なのでまた 来月たくさんやりましょうね。じゃあ、はい、では後半語り語り始めてよろしいでしょうか。はい、あの前回に引き続き2回目ですよね。もう結構歌える方もいらっしゃると思うのでいきなり行ってみたいと思います。1番が日本語で、で丸々繰り返してイタリア語で、まあ、ナポリ語ですね。ナポリ語でいってきます。
回目は先に下に行って2回目は上に高い音を歌うという感じでいきましょう。じゃあまあ日本語の方は大体大丈夫だと思うので、もう一回あのナポリ語を言ってみましょうか。あで語り前にも説明しましたが、あの女性の名前ですね、カテリーヌとか、本名はカテリーヌとかなんでしょうけど、それちょっと短くして語り、語りっていうふうに呼んでます。じゃあ、いきなりいきますね。1、2、3、カタリOh.
トゥーヌ、音符通りでいくとトゥーヌンテネ、これで一拍なんですよね。トゥーヌンテネクー、これで4拍ですね。ただ、結構ここで止まってちょっと息吸うような歌い方をしてるのが結構こういろいろ聞くと多いので、トゥーヌンチェピエンテトゥーヌン、トゥーでちょっと一回止まって息吸って、でヌンテネ、ここはまとめていってヌンテネクー、であともゆっくりのラレンランドなのでゆったりクーレー、ちょっとここね、こう拍がバラバラになる感じなのでちょっと取りにくいかと思うんですけど、トゥーヌンテネのトゥーで一回ちょっと止まる感じにすると取りやすいかなと思います。あとトゥーヌンチェのとこもちょっとこう迷ってますよね。そこもトゥーで一回止まって、で全部テヌートつける感じでヌンチェピエンテヨでトゥドゥロレ、ここは一気にトゥドゥロレミヨ、一番盛り上がりのとこなのでトゥーヌンチェピエンテヨっていうのを一個ずつ、下がってきてトゥーヌンチェピエンセトゥートゥーで一回止まってヌンテネクレ、こういう感じのまとまりですね。トゥーヌンテネクレで、もう一回気を取り直してテンポ感直して、また第二の盛り上がり、こしっかりテヌートでいきますね。じゃあ3、はい、2